界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する、星さん。回復魔術師のやり直しを当てたことで自分の好きな作品描けるわーみたいな心に余裕を持った作者が好き勝手に作ったラノベ漫画。ナロー系であるしナロー系の要素をふんだんに入れているが、ナロー系というジャンルが確立していない1990年とかその辺にこの作品が出たら多分ラノベコーナーに平積みされたりしただろうみたいな感じのよくできたラノベ作品。導入部分がクソ激烈によくできたラノベで、この作者、昔ラノベ好きでめちゃくちゃ読んでいたガチオタだったんだろうなと思える出来栄え。主人公はナイスミドルな綺麗な顔を吹き飛ばさない方の世界一の殺し屋で、なんやかんやあって組織の秘密持ちすぎて危険だし、初老だしということで組織に暗殺されてしまう。そんな感じでさっきと異世界転生して、転生待機部屋で、その異世界は18年後に魔王を倒して世界を救う勇者が、魔王を倒した後にその異世界を魔王が存在するよりももっとひどいことをしでかすから、魔王を倒した後に勇者を殺してくれよ。という依頼を受ける、正面からのガチバトルでは魔王を倒すくらいの人類兵器には成功法では勝てないということで優秀な暗殺者が選ばれたという感じのよくできた冒頭の設定。そこからチートもらって異世界転生してハーレムを拡張しつつレベリングをしながら落ちてくるクエストをこなすという感じの作画がクソ気合の入ったシナリオが読みやすい漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。